石川氏は党に迷惑をかけられないとして、先週小沢幹事長に離党届を提出していました。党の規約を踏まえて昨日の常任幹事会に諮り、全会一致で正式に離党が認められました。党としての処分は行いませんでした。小沢幹事長は地方出張のため常任幹事会を欠席しました。会議では越石参院会長が石川氏の意向を尊重するよう求めた小沢幹事長からの伝言を紹介し、異論は一切出なかったということです。離党が決まった石川議員は議員辞職はしない考えを表明していて、今後は無所属で活動することになります。